5号機、まだ打てます。5号機野球基準パチンコ。2022年1月31日で撤去になりましたが、実はまだ打てるんです。合法で打てる。都道府県。北海道。東北エリア。北海道、22店舗以上稼働中。いつまで打てるか情報なし。栃木県35店舗以上稼働中。2月末まで打てる情報あり。静岡県82店舗以上稼働中。2月16日まで打てる情報あり。大阪府150店舗以上稼働中。3月6日まで打てる情報あり。山口県19店舗以上稼働中。2月15日まで打てる情報あり。徳島県11店舗以上稼働中。いつまで打てるか情報なし。高知県12店舗以上稼働中。いつまで打てるか情報なし。九州、沖縄エリアは設置なし。まとめ。北海道、栃木県、静岡県、大阪府、山口県、徳島県、高知県、7道府県ならまだ5号機や旧基準パチンコはどうやら打てそうですね。噂だと大阪府が一番設置期間は長い模様。まだ未練がある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。動画が面白かったらいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。